シンシェケルはイスラエルの通貨単位。シンシェケルはパレスチナ自治政府でも使用されている。また、イスラエルシェケルとして知られている。ヘブライ語では略してとも表記される。通貨記号のもヘブライ文字のとを組み合わせたものである。英国委任統治領時代のパレスチナにおける通貨はパレスチナポンドとして発行された。イスラエルという国名がまだなかったため、紙幣にも イスラエルの表記はなかった。しかし、パレスチナポンドは、英語とアラビア語とヘブライ語の三カ国語で記載され、かつ、ヘブライ語においては、パレスチナだけではなく、イスラエルの地を意味する、エレツイスラエルの略称である、も記載されていた。イスラエルポンドは1952年から1980年の間に使用された。1969年6月4日に、 イスラエル国会は当時流通していたイスラエルポンドからシェケルへの移行を決定した。1977年11月に通貨発行の諸条件が整い、翌年5月にシェケルをイスラエルポンドと同様の紙幣とすることが決まった。流通を容易にするため、イスラエルポンド額面の10分の1をシェケルの額面とした。紙幣印刷においてもイスラエルポンドと同じ色。 大きさ、肖像画を採用した。こうした準備は2年以上をかけて秘密裏に行われ、1980年2月に、ようやく、シェケルを法定通貨とすることが宣言された。これが、いわゆる旧シェケルである。同時に補助通貨としては、新アゴラが設定された。同月24日、シェケル紙幣の流通を開始。当初紙幣の額面は1、5、10、50。 100シェケルであった。しかしインフレが進んだため、5年後の1985年までには、100、500、1000、5000、1万シェケルの5件種が相次いで発行された。こうした高額面下に対応するため、1985年9月4日にイスラエル政府はデノミネーションを行い、9000シェケルと等しい価値を持つ、新シェケルが施行された。 記号は、に変更されている。また、補助通貨単位はアゴラであるが、旧シェケルに対応する補助通貨が、新アゴラであるのに対し、新シェケルに対応する補助通貨は通常単に、アゴラと呼ばれる。シリーズ A、シリーズ B、シリーズ C2012 年11月14日、イスラエル銀行は、シリーズ C のデザインの最終段階に入っていると、発表した。 2014年9月16日の50シェケル紙幣が最初に流通し、その後2015年12月23日に200シェケル紙幣の流通が行われた。2017年11月23日に20.100シェケル紙幣が流通しシリーズ C が完成した。スイスのチューリッヒにあるオレルフィズリ株式会社で印刷されている。過去のインフレを気にしてか、 最初に20と100の発行を皮切りに流通し、1999年10月31日に、50と200も発行。そして近年の後継期を背景に、コラウィン首相の肖像が印刷された500紙幣も、近々発行予定。もともと横型のお札のデザインだったのだが、新札発行時に、現行の縦型のデザインに変更され発見された。縦型に、 デザインされた紙幣は世界でも類を見ないものである。現状として200冊、100冊、50冊、20冊があり、それぞれに歴代イスラエルの大統領や偉人が肖像となっており、過去にはアインシュタインも1968年に肖像になっている。ありがとうございます。